ヤマケチャンネル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ヤマシーです。はい、今日は中学校3年生ユニット 6-1 ニューホライズンのユニット 6-1 の、本文訳と、熟語表現で、あとは新出単語の、ところで、あとはテストに出そうなところですねを、説明していきます。じゃあ早速本文に入っていきましょう。ユニット 6-1 This is a book I bought from the United States。 はい、ここがですね、今回ユニット 6-1 の、重要表現のところになります。はい、この A book はここに入れることできます、ね、で、This is 削ることできます。なので I brought a book from the United States でも同じような意味になります。で、それを、分けることで、まあ、これはと、ね、具体的に、説明ができると、この訳としてはこれは、これブリングの、過去形ですね、ブロート、ね、なので、買うと間違えないようにしてくださいね。はい、ボウトとブロート違いますからね。はい、持ってきた、ユナイテッドアメリカから持ってきた本です意味になります。で、ここをね、This is を消して A book をね、この from と brought の間に、ここにね、A book 入れて、ここを消したとしたら、私はアメリカから、本を持ってきたっていう意味になります。はい、なのでちょっと似てるんですけどね、こうすることでこれはと紹介できるような、文章になります。はい、はい、で、今回、注目する点はもう一つあって、時制が違っているので、そこだけ持ってきたのは過去ですけど、今紹介しているのでこっちは現在形になってます。そこだけ注意をしてくださいね。ここ時制を合わせたら、この紹介しているのも過去の話になってしまうので、はい、そこだけ注意します。はい、次。These are some of the people I found in it、ね、はい、これらは、ね、これらの方は、それで私が見つけた、私がそれで見つけた、いくつかの人々です。意味ですね。はい。はい。なので ここもここと一緒ですね。ここ。Some of the people をここに入れても意味は取りますよね。I found some of the people。ね。私が見つけた、いくつかの人々です。で、それで。ただ、ここも分けることで、紹介してる形になります。で、このジーズは、教科書の下に載ってる人々のお話になりますので、で、それらは、これらは、っていう形ですね。これらの方は私がそれで見つけた何人かの人々です。このそれが、このブックですね。はい、で、具体的に言うとアメリカから持ってきた本っていう、はい、なので、まあ、ここももしかしたらね、これは何を指すかっていう、で、何語でって言われた時にね、ここ言い換えでもしかしたら答えさせられる可能性もありますので、しっかり言い換えられるようにしておいてください。はい、じゃあ次いきますね。 There are all winners of the Nobel Peace Prize。はい、ノーベル・ピース・プライズで、ノーベル平和賞、はい、で、ウィナー、ね、この場合は受賞者っていう形ですね、はい、で、彼らは、ノーベル平和賞の全て受賞者ですっていう形ですね。はい、Is there anyone you've seen before? はい、前に見たこと、誰か見たことありますかっていう感じですね。はい、ね、久しぶりに見ましたね、ハブシーン。はい、ハブプラス
過去分詞形ですね。はい、以前にとか前に見たこと、誰か見たことありますか？まあ見たことある人誰かいますかっていう文章ですね、直訳するとね。はい、まあ、訳しても丸にはなるかなと思いますが、はい、じゃあ今回は直訳で書いておきますね。あなたが前に見た人はいますか？まあ、以前にとか、はい、まあ何かはね、見たことある人いるんじゃないですかね。うん、はい、っていうちょっと投げかけのね、今回本文でしたけど、まあ、今回、授業表現としてはこの2文ですかね。で、あとこの「it」が出る可能性はあります。はい、で、あとはここね、久しぶりに出た「have」プラス過去分詞形、まあ、ここももしかしたら、おさらいとして出してくる可能性はありますので、はい、まあ、そのこと言ったらね、イズデアも、まあ、昔の文法ですけど、何々がありますか、何がいますか、まあ、イズデアだとね、はい、これ、anyone で、any がいくつかだから、あじゃないのって思うんですけど、ここ、one なんでね、はい、これは、その中の一人と。その中の一人でも見たことありますかっていう、意味になります。はい、じゃあ、今回の、ユニット6の1に関しては以上になりますので、次回、ユニット6の2について勉強していきますので、そちらの動画も見ていただければと思います。失礼いたします。